こちらですね、レバニラ炒め500円ですよ。レバニラもね、いいですよね。これぞ酒のあてですよ。あ、おいしい。山寺です、今ですね朝の10時ですわ。10時ね。でこれから野上屋さんっていうね、こちら行きたいんですよ。和洋食の野上屋さん、本日のおすすめ、焼き魚定食カレーね、750円。これとちょっとね、チューハイかな、チューハイかハイボールか分からへんけど、どっちか飲んでちょっといろいろ楽しみたいと思います。今からですね野上屋さん行ってきます。なんか美味しそう。なんかほんまに昔の、なんかこう昔言うてもあかんけど、昭和時代のね、なんか洋食屋さんみたいな雰囲気です。では行きます。来たんですけども、まずは、チューハイですね。お疲れ様です。乾杯です。美味しい。あてと言いますか、あの定食注文しました。ちょっとお見せしますよ。こちらですね、日替わりだと思うんですけども、今日は、焼き魚定食となってます。750円って書いてましたね。なんかすごいですね。これカレーでしょ。カレーの一夜干しかな。で、タケノコの炊いたものと、あとこれお漬けもね、ちょっと古漬けっぽいですね。美味しそう。ナスビかな。で、味噌汁にご飯。これで750円って結構お値打ちですよね。で、別にちょっとね、当てを取ったのがこちらですわ。ほうれん草と、じゃこかな、これはね。こちらちょっとね、いただきたいと思います。ちょっとね、醤油をさっとかけて、しらすとほうれん草っていいですね。これ250円ですよ。しらすとほうれん草ちょっといただきますね。おいしい。ほうれん草のね、湯がき加減がちょうどいいわ。あの芯のとこがシャキシャキしてね、これうまいわ。しらすもおいしいし、チューハイが進みますわ、魚、それではですね、焼き魚定食を当てにね、飲んでいきたいと思うんですけども、これね、カレーの一夜干しね、このまま食べますけども、美味しそうやで、これ、ほら、ええ香りしますわ、もう身のね。いただきます。いただきます。美味しい。あの塩加減ね、あのちょうどいいかもしれない。今までは何でも醤油かけて食べようとするんだけど、これこのままできるかも。あ、おいしい。酒のあていうか、ご飯食べてますよね。うまい。ちょっと味噌汁も飲んでみますわ。うまい。ありがとう。こちらですね、レバニラ炒め500円ですよ。レバニラもね、いいですよね。これぞ酒のあてですよ。あ、おいしい。あ、うまい。少しだけね、やっぱり醤油かけますわ、カレーにね。こういう感じで。なんか、ね、山でやっぱり醤油好きなんよね。ポテトサラダとかにも醤油かけて食べるじゃないですか。それと同じ感じ。でもね、このね、カレーのね、あの一夜干しね、
ふわーっとしたね身でね、すごく美味しいんですよ。わかるでしょこれ、柔らかそうでしょ、ほんまに柔らかい、ふわっとした身でね、めちゃくちゃ美味しい。もうこれね、ちょっとこれもったいないけど、これぐらいご飯と一緒に食べますよ。うん、贅沢だね。うん、うまい。うん、味噌汁もね、豆腐と薄揚げが入ってて、うまいわ。なんかもう飲んでるのか食べてるのか分からないんだけど、こちらのタケノコの炊いたやつですわ。若竹になってますね。なんかこういうね、あの素朴なおかずってすごいいいですね。めっちゃ好きですわ。うまい。ほんまにカレーのこの一夜干しなんか食べたら、なんかほんまに朝ごはんという感じ。朝やけどね、まだ、確かに朝やけど、このね、ニラレバもね、やっぱり美味しいんで、ちょっとガツッといきたいですね。特にニラ大好きなんで、これご飯と一緒にワンバウンしていただきます、ね、あ、うまっ。ご飯とも合うわ。ご飯とニラ、うまっ、うまっ。ガッツリ系で、これのね、一夜干しマジで美味しいわ。気に入った。身がね、ふわーっとね、柔らかくてね、うまい。このご飯とかさ、お酒に合うよね。やっぱり美味しい。身がふわーっとしてる。一夜干しにしてるから味がね、濃厚ですわ。うまい。この漬物もね、美味しいですよ。ちょっとこれナスビとね、みょうがが入ってるから、ちょっと古漬けかな。うまい。タケノコも食べますよ。タケノコはね、濃いめの味付けでね、おかずになる。2杯目もですね、チューハイ頼んだんですけど、これね、氷少なめでたっぷり入ってるとこが嬉しいですよね。やっぱ食堂ってこんな感じなのかな。カレーのね、一夜干しと共にいただくんやけども、やっぱうまいな。うまいわ。もうね、すっかり定食も食べきりましたね。あのニラレバとね、お酒飲みますわ。こちらですね、冷蔵ケースから取っていた、ぬか漬けの白菜ぬか漬けがね、100円らしいです。100円、安いですね。ちょっといただいてみますわ。あの少しだけ古漬けで、
めちゃくちゃ美味しい、うん、ちょっとだけね、あの軽い酸味がある、これがちょうどいいね。で、醤油なんかかけんでもこのままで十分、うまい、うまい。これもう酒飲みのあてにバッチシやね、うん。野上屋さんいいですね、本当に。初めて、まあ、初めてというか前ショート動画撮らせてもらったんですけど、このね、動画ではちょっと初めてなんですけども、うん、いいわ、ここ。朝の10時から飲みますよ。食堂で飲むっていうのはやっぱりね、いいですね。食堂飲み、なんか安心感があるわ。うん、ほのぼのしてね。で、観光客の方がほとんど来ない感じなんで、これがまたいいね、僕的には。うん、うまい。あの、レバニラ、ニラレバ、美味しい。はい、今ですね、野上屋さんで飲み食べしてきましたけど大満足ですね。ちょっとチューハイ2杯飲んだだけやろ、なんか酔ってるわめちゃくちゃ美味しかった。ほんでここね、本当にね、料理が美味しい、おかずも美味しいしね。でね、僕和洋中かなと思ったけど和洋食やったわ。なんか中華もあったと思って勘違いしてました。なんかニラレバがあるからね、中華もあったと思ったんやけどね、あの和洋食でした。ということで、いつも山寺の YouTube を見ていただいているリスナーの方々、本当にありがとうございます。よろしければチャンネル登録とグッドボタンいただければ嬉しいです。ありがとうございました。